ああ、北条さん、お目覚めですか。ちょうど9時になったところです。それより北条さん、今外に出ようとしていませんでしたか。ダメですよ、勝手に外に出ては。ここは通信社ですよ。昨日の殺人事件についてはみんな知っています。もちろんあなたが指名手配されていることも。ここが最も安全だと判断したからです。まさか報道機関にかくまわれてるとは誰も思わないでしょうから。ただし、それはこの室内に限ったことです。私の許可がない限り、誰もこの部屋にやってくることはありませんからね。鍵も私だけしか持っていませんし。ですから。ええ、お願いしますよ。ええ、ありました。北条さんもすでにご存知のことと思いますが。引き続き、停電のニュースをお伝えします。昨夜遅く、首都圏全域にわたって大規模な停電が発生しました。停電は依然として続いており、現在もなお復旧のめどは立っていません。電力会社は緊急の記者会見を開き、次のように発表しました。皆様もご承知のことと思いますが、昨夜午後11時55分、首都圏に電力を供給しております2つの原子力発電所、並びに14の火力発電所が一斉に緊急停止しました。おそらく各発電所の制御システムに問題が発生したためと思われますが、詳しい原因はまだ分かっておりません。現在、対策本部を設置し、原因の究明及び電力の回復に全力を挙げて取り組んでおります。一部、サイバーテロではないかとの憶測も飛び交っているようですが、この件に関しましても現在調査中です。ただ、16の発電所が一斉にダウンするという事態は、これまでに前例のないものでありまして、構造上の欠陥、あるいは人為的ミスによるトラブルであるとは考えにくいとの見方が、今のところは有力です。ニュースを続けます。停電圏内の各地では、暑さによる脱水症状から病院に運び込まれる患者が急増しており、各病院では対応に追われています。症状を示しているのは、主に体の弱ったお年寄りや赤ん坊で、政府の対策本部では、できるだけ頻繁に水分補給を行うように、との警告を発しています。また、一部暴徒と化した市民が、深夜営業のスーパーなどを襲い、商店の窓ガラスを割ったり、現金や商品を奪うといった被害も発生しています。いずれも駆けつけた警察官によって鎮圧されていますが、対策本部では警戒を怠らないよう注意を呼びかけています。今回の停電による死者は今のところ出ていない模様です。一方、交通網を含めた首都圏の機能は完全に麻痺しており、各企業は通常業務を開始できない状況にあります。ただいまの時刻は午前9時を回ったところですが、株式市場は閉鎖されたままで、現在取引も行われておりません。幸い、お盆休みで休業している企業が多く、経済的な損失は最小限に食い留められるとの見通しですが、いずれにせよ、一刻も早い電力供給の再開が待ち望まれています。また、本日未明、内閣総理大臣は緊急の閣議を召集し、今後の対策について検討が行われた模様です。閣議後の会見で総理は、これ以上停電が継続すれば、非常事態宣言の発令もやむを得ないとの見解を示しました。これを受けて、警察や自衛隊の動きも慌ただしくなっており、すでに厳戒態勢に突入したという情報も伝わってきています。すみません。ぐっすり寝られなかったでしょう。よく眠れましたね。有線は今のところ使えます。つながりにくい状態ではありますがね。ただし、携帯はダメです。中継所が全滅してしまったようで、
うんともすんとも言いません。ええ、忙しいことは忙しいですが、少しなら。ええ、間違いありません。ええ、そうですが、どこでお聞きになったんですか？さすがですな。その通りです。行く？行くってそれは出かけるという意味ですか？ですが、そうですか。まあ北条さんのことだ。引き止めても無駄でしょうな。ではちょっと待ってください。実はお渡ししたいものが。言ったでしょ。通信社にはありとあらゆる情報が集まる。情報さえあれば、あとは手に入れるのは簡単だと。これをお持ちになってください。ご信用ですよ。万が一に備えて。さあどうぞお受け取りください。私はあなたのことが心配なのです。ただ、それだけのことです。もちろん、私もそれを望んでいます。心から。北条さん、何かあったらすぐにご連絡を。ああ、最後に一つだけ。北条さん、今夜お会いできないでしょうか。今日の夜、島津川で花火大会があるのです。よろしければご一緒に。どうです？そうです。ええ。私はすでに共犯ですよ。逃亡を手助けしてしまったのですからね。それも一度ならず二度までも。何でしょう。別にどうもしませんよ。どんなことになっても私は北条さんを信じていますから。
はい、桂木探偵事務所です。ああ、マリナか。どうしたんだ。小次郎から連絡があってな、お前と同じことを聞いてきたんだ。ああ、まあそれがそのなんていうか、にわかには信じがたい話なんだが。笑うなよ。実はな、さすがに半信半疑だけどな。でもムキになって拒否するようなことでもなかったし。あれ、ちょっと待ってくれよ。マリナもその件で電話をかけてきたんじゃないのか。相変わらず慌ただしいな、マリナ。こういう時は世間話の一つでも挟むもんだぞ。停電の心配をするとかさ、いろいろあるだろう。世間話はお前にとって無駄なわけだ。まあいい。それで次の話っていうのは？なんだ？だったら直接自分でかければいいだろう。何があったんだ。そんな定期試験があるなんて初めて聞いたけどな。わかった。とにかくスクランブルをかけてこのラインを内調に接続すればいいんだな。といっても限界がある。会話時間は1分までだ。1分経ったら強制的に切断させてもらうぞ。いいな。じゃあちょっと待ってくれ。すぐに繋いでやるから。はい、こちら光と影信仰協会ですが、どちら様。マリナ君、今どこにいるんだい。ああ、なんだ、何から話せばいいんだい。とにかくさ、今すぐ内調に来てよ。話はそれからだ。どうしてや。小湊の件はその本当に君がやったのかい。だったら素直に出頭すればいいじゃない。裁判で無実を証明すればいい。マリナ君、とにかく殺人容疑の件は私が何とかするから、香取室長にも便宜を図ってもらうようにお願いしておく。だからどこで。了解だ。信用してや。
私は部下を売るような人間じゃないよ。たとえどんなことがあっても君のことを信じている。何？あなた誰？マリナ君かい？こいつは驚いたね。よほど信用されてないみたいだ。さてと、それじゃ聞かせてもらおうか。何があったんだい？聞いてるよ。ちょっと待ってよ、マリナ君。あの事情聴取の内容だけじゃ君に対する容疑は晴れないよ。むしろ逆だ。戦場痕のこと、小湊の肉声テープ、全て君が犯人だと示している。
してるさ。だからこそこうした話を聞きに来たんじゃない。もっとマシな弁解が聞けると思って。やましいことがないなら出頭すればいい。何か心当たりがあるって感じの言い方だね。誰なのよそのそいつっていうのは。どういうことだい。八重田初美、それってもしかして。例のサイバーテロのせいで電力は断たれてしまっているし、いくら予備電源があるといってもコンピューターはフル稼働しているわけじゃないんだよ。だからコンピューターはフル稼働しているわけじゃない。その前サイバーテロのことかい。ああ、そうか、そうだったね。君が知らないのも当然だ。まだ正式には公表されていないことだから。とにかくそういうことで今内調は大変なことになってるんだよ。君のことがマスコミにリークされ、次に来たのがサイバーテロだ。ビルごとひっくり返したみたいな大騒ぎさ。香取市長も心労で倒れてしまったし。何を聞きたいんだ。発電所の制御コンピューターに外部から侵入した痕跡が残されていた。それに政府宛ての犯行声明も届いている。ジャガーノートという組織だ。聞いたことあるかい。ジャガーノートという単語そのものは知っているということかな。右にも左にも新興宗教団体にもそんな名称の組織は見当たらない。国内国外とはな。今内調や捜査機関で全力を挙げて調べているところなんだが、何しろさっきも言ったけどコンピューターはフル稼働してるわけじゃないからね。どうにもこうにも。そういうことだ。8月14日までに全国にある原子力発電所を停止せよ。14日の時点でこのことが確認できなければ、15日午前0時をもって首都圏西部にある原発をメルトダウンさせる。タイムリミットまで今日を含めて3日ある。この3日間で組織の正体を突き止め犯人を逮捕するしかないだろうね。ああ、そうそう、そういえば君に言っておかなければならないことがあったんだ。テログループによる今回の不作戦名はベクター・オブ・ジャガーノート、 VOJ という名前だった。
どこかで聞いたことのある響きでしょ。そう、そのまさかよ。あの青年の残した言葉は B ではなく V だったんだよ。おそらくね。BOJ ではなく VOJ。人類は絶対的な意味を欲してるんだよ。計画はそれを付与するために行われる。その時初めて生命は一つの意志を帯びたベクトルになるんだ。始まりは明日だ。明日になれば僕らの計画が動き出す。そうしたらもう誰にも止めることはできないだろう。テロだよ。 BOJ のテロ。人々は灼熱の中であえぐこと。鋭いね。怒ったよ。とんでもないことだね。日銀の地下金庫から金塊が強奪された。6トンもの金塊がね、今の価値に換算するとだいたい90億円ぐらいになるそうだ。そうだ、日銀の現場検証は長引きそうだって前に言ったよね。現状は保存したままだったんだよ。2台の高機動送輪車は営業場に残ってたんだ。しかも停電中、金庫の鍵は開いたままになっていた。停電の前に誰かが開けておいたんだろう。バッテリーも自家発電機も壊れていた。ほら、人質の子供たちが犯人を捕まえた時に、あ、まあ、とにかくそういうわけで警報は鳴らなかった。セキュリティシステムは作動していなかったんだ。犯人たちは6トンもの金塊をまんまと運び出し、停車していた2台の高機動送輪車に分けて乗せ、そのまま逃走した。なんだい。それがね、一人も姿を現さなかったんだ。連絡もつかない。参ってるや。どうやらそうみたいだ。だけどなんで君はそんなことを。動くな。悪く思わないでね。これは君のためなんだよ。
まさかこんなことで役に立つとは思わなかったわ。さあ、来てもらいましょうか。私は無関係よ。頼まれてやっただけ。ほら見てよこの無線機。ここでの会話はこの無線機を使ってあの女に送ってたの。私は向こうが話した言葉をイヤホンで聞いてそのまま喋ってただけ。無線機は私のものだけど、マスクも編成機も彼女から渡されたものなんだよ。まだ近くにいるはずだ。探せ。
当然だろ。接点があまりにも多すぎるんだよ。小湊の件だけ切り離して考える方がむしろ不自然だ。仮につながりがあるとすれば、その結び目の位置に存在するのはアルトだろ。アルトは本当に殺人事件とは無関係なのか。なんだ、またあんたか。何しに来たの？あるけど。腐るほどあるわ。そういうことか。ハイブで門前払いされたのね。だったら掘ればいいのに、シールじゃなくて本物。あらあら、あなたって見かけによらず古風なのね。まあいいわ、どっちにしろ停電だから機械は動かないし、シールだったらすぐそこにあるから好きなのを選んで。あんたなんか誤解してるみたいね。別にアルファベットじゃなきゃいけないなんて決まりはどこにもないのよ。 B、 ミツバチを表すタトゥーだったら何でも構わないの。文字でもいいし、絵でもいい。そうよ、ハイブが設立された当時は絵だけだったんだけどね。そのうちメンバーが増えて子供たちも入るようになって、ほら中学生や高校生ってお金をあんまり持ってないじゃない。ミツバチの絵を入れるよりも B のアルファベット一文字入れた方が断然値段が安い。それでいつの間にか文字の方が定着しちゃって。アルファベットがいいならこっちにもあるけど、どうする？
ロハでいいわ。前に来た時言ったでしょ、今度客として来てくれたら料金を割り引いてあげるって。気にしないで、前に多くもらっちゃったから。ところで貼り方わかる？だったら貼ってあげるわよ。どこに？わかったわ。じゃあちょっと待ってて。後ろ向いて。右、左。決めてよ。動かないでね。1分ぐらいかかるから。無理にこすらなければ 2,3 日は取れないわ。消毒用のアルコール缶、クレンジングクリームで拭き取って。それはそうと、例のあの子まだ見つからないのね。だってあなたはハイブに行くためにこうしてミツバチのタトゥーシールを貼りに来たわけでしょ。見つかってたらあの店に行く必要はないし。さてと、そろそろ良さそうね。どう？見える？おいおい、それはこっちのセリフだぜ。あんた誰だよ。新入りか？いや、別に。ただ個人的にはあんまり気分は良くないけどな。誰でもホイホイと入れちまうような組織は長続きしないからさ。最低でも簡単な審査ぐらいはするべきだ。そのうち子連れの仲良し夫婦が手をつないでやってきそうで怖いよ。今はガキしかいないぜ。そうだった、忘れてたぜ。今は使えないんだったよな、携帯。ったく。
開いたぜ。逃げろ！アルト、逃げろ。うん。Thank you.
もうやめて、話してよ、話して。何を？何も話すことなんてないよ。ジャガーノート？知らない。ジャガーノートって何？ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、どうすればいいの？マリナさん、もうみんな知ってるんだね。ううん、違うよ。他のみんなはそうだけど、私はハイブには入ってないの。ミツバチのタトゥーもしてないし。友達。半年ぐらい前かな。私も計画に加わることが決まって、その最初の打ち合わせの時にみんなに会ったの。場所はここ。私たちの溜まり場。それ以来、みんなとはすごく仲良くなって。
私もそのグループのことはよく知らないの。ハイブの一部であることは確かだけど、直接会ったことはないし、噂によるとエイプが勇士を募って結成した部隊なんだって。精鋭部隊っていうのかな、そんな感じの。多分それはもう知ってるでしょ。さっきマリナさんが言った通りだよ。私たち19人は全員共犯だったの。犯人役と人質役、そのうちの4人が発電室の中で入れ替わった。うん、警察病院に収容された4人、記憶喪失になってるでしょ。もう少ししたら記憶を取り戻すことになってるの。ちょっと予定が狂っちゃったの。本当だったら昨日のうちにこの町を出なくちゃいけなかったんだけど、出航するはずだった船が動かなくて。沖島っていうところ。そうだよ、うん、ジャガーノートだよ。停電になるっていうのを知ってたけど、詳しいことは何も。リーダーはそう。でも計画自体を考えたのはエイプじゃない。どこから話せばいいのかな。ブラーっていう NPO のことは知ってる？じゃあ大熊がその幹部だってことも。大熊の命令には逆らえないんだよ、みんな。エイプもそうだし、リエもそう。うん、大熊が命令したみたいなの、リエも。マリナさんをあの家に連れて行けって。言えるわけないじゃん。大熊のことは誰にも教えちゃいけないって口止めされてたんだもん。今マリナさんがその名前を出したから言っただけで。でも私がリエからお願いされたのは本当だからね。あの家に案内してあげてって頼まれたの。嘘じゃない。まさかこんなことが起こるなんて思ってなかった。リエも多分同じだと思う。大熊はいちいち命令の目的なんて言わない人だから。
何者なんて言い方しないでよ。私もママなんだから。うん、そうだよ。私はママの遺伝子を半分受け継いでる。残りの半分はパパなの。もちろん。だって私とお姉ちゃんは一卵性の双子だもん。関係ないよ。どうしてって聞かれても、ママはそんなことする人じゃないもん。関係ないんだよ。そうとしか答えようがないよ。だと思う。何度か家に来たことがあって、それで日銀の計画の話もその時に聞いたの。手伝ってくれないかって。だから何度も言わせないでよ。そっちの話の方は理恵に頼まれただけで。いなかった。その時大熊は私たちの部屋に直接やってきたの。うん、いたよ。お姉ちゃんも計画に参加することになってたの。でも、どうしてかわからないけど、突然行方不明になっちゃって、記憶なくしちゃって。住所だけ教えるよ。逃げたりなんてしないよ。これから警察に行って自首するつもりだったし。テレポーテーションしたんだよ。嘘なんかついてないよ。本当に本当のことだもん。どっちも本物の私だよ。でも今の私はあの時の私じゃないの。とにかくそうなんだよ。
今の私は奇跡アルトなの。お願い、信じて。やだ、嫌な予感がするの。マリナさん、あの家には行かない方がいいよ。墓地かもしれない。どこに？嫌だよ。何が起こっても知らないからね。会ったことあるの？うん、そう、エイプ。そうだよ、その写真に写ってるのがエイプ。あれ、知ってたんじゃなかったの？いかにも。その通りです。何のことでしょう。何のことやらさっぱりわかりませんな。
もしもし、北条さんですか？もしもし、もしもし、聞こえませんか？私です。ミカエルですよ。今どこにいらっしゃるんです？どこの川ですか？何か近くに目印になるものは？それじゃあ分かりません。今すぐ橋の名前を調べてください。ええ、大至急お伝えしなければならないことが。大隈智義という男をご存知ですね。日銀の情報システム局局長であり、ブラーという NPO の幹部でもある。私はこの数ヶ月間、彼にまつわる黒い噂を追い続けてきました。しかし、まさかこんな結末が待っていようとは。殺されたんですよ、大隈智義が。しかし皮肉なもんですな。これで二度目になる。ロマンティックなムードをぶち壊されたのがです。ああ、いや、北条さんを責めているわけではありませんよ。私はただ運命を呪っているだけです。北条さん、何もお尋ねにならないんですね。私は電話で大隈が殺されたことについてお伝えしました。気にはならないんですか？遠回しな言い方はやめましょう。実は私は大隈が殺害されたことを報告しに来たわけではないのです。いや、もちろんそれも理由のうちの一つですが、もっと大事なことをお伝えしなければならない。警察は今回の事件の容疑者をすでに特定しています。犯人は分かっているのです。指名手配もされています。それが誰だかお分かりですか？
あなたですよ。大熊は自宅にレコーディングスタジオを持っていたようです。スタジオは収録室と調整室の2つに分かれていました。死体が発見されたのは収録室の方です。ところでこの事件には目撃者がいます。調整室の方で犯行の一部始終を見ていた人物がいるのです。家政婦だそうです。大熊の家の。ええ、そう聞いています。写真を見せたところ間違いないと。犯行に使われたのは銃です。大熊は頭を撃ち抜かれて殺されていました。弾丸は9ミリパラベラム弾。大変申し上げにくいことなのですが、私が北条さんにお貸しした銃、ベレッタ M92FS の弾丸と同じものです。殺害の時刻は午後5時20分前後と見られています。停電が治る直前のことです。家政婦がそう証言しています。事件の概要は以上です。一報は警視庁の記者クラブにいた部下から受けました。すでにどこの報道機関にも伝わっているでしょう。まだニュースにはなっていないようですが、小湊殺害事件の容疑者が警察署から逃げ出した。これだけでも警察の大失態です。さらに逃亡した犯人が日銀の幹部を撃ち殺したなんてことが発覚したら、まあそういうことです。いずれ事件が漏洩することは間違いありませんが、当局の方では時間稼ぎをしているのでしょう。もちろんあなたを逮捕するための時間ですよ。さて北条さん、いくつかお尋ねしたいことがあります。そういうわけではありません。私は北条さんを信じています。何があっても今朝もそうお伝えしたはずです。しかし信じているからといって何も聞かないというわけには参りません。冤罪の被告人を助けるために弁護士は何度も接見を行い質問を繰り返します。それと同じことですよ。ではよろしいですかな。まずはアリバイの有無についてお尋ねします。犯行時刻である午後5時20分前後、北条さんはどこにいらっしゃいましたか。家のどこですか。なるほど。では家政婦の証言の方が間違いだったのでしょう。大熊が殺されたのはそれよりも前か後かどちらかだったのだと思います。なぜ大熊の家に。大熊には会いましたか。話は。何をお話になったのでしょう。いろいろでは分かりませんが、具体的にお聞かせください。ご安心ください。時間はたっぷりとあります。こんなところに警察が来るとは思えませんしね。話してください。あなたが知っていることをすべて。
テロの犯行予告を残した青年のことですな。今の北条さんのお話について気になることがいくつかあります。しかしその前に大熊が殺害された件を片付けておかなければ。少々遠回りになりましたが、ひとまず話を元に戻しましょう。とにかく事情は分かりました。小湊の件も日銀の件もサイバーテロも全てを指揮していたのは大熊智義だった。だからあなたは大熊に会いに行った、そういうことですね。大熊と何を話したのですか？彼の答えは？それで北条さんはどうなさったんですか？なぜ？逃げたということですか？待ってください北条さん。あなたは大熊を警察に突き出すために彼の家に行ったんでしょ？だったら通報されたぐらいでうろたえる必要はない。願ったり叶ったりではないですか。わざわざ警察が迎えに来てくれるなんて、こんな都合のいいことはない。どうしてですか？証拠がなくても証人はいたはずです。木関アルトがその場にいたんでしょ？しかしだとしてもですよ、先ほど聞かせてくださった話をそのまま警察に告げれば。いや、失礼しました。今となってはもはやそんなことはどうでもいいですな。とにかく大熊は殺されてしまったんだ。今さら過去のことを振り返っても仕方がないのかもしれません。わかりました。大熊の事件についてお尋ねしたかったことは以上です。次は未来の話をしましょう。北条さん、これからどうするおつもりですか？なるほど、そうでしょうな。何をすべきか分かっているのなら、こんな場所にわざわざやってくる必要はありませんからね。率直に申し上げましょう。事態は悪い方向へと向かっています。小湊の件も大熊の件も、警察はあなたが犯人であるということを前提として捜査を進めています。このままではいずれあなたは逮捕されることに。力をお貸ししましょう。いい考えがあるのです。ついてきていただけますか？
歩きながらお話ししましょう。行動を開始するなら一刻も早い方がいい。北条さん、実はお伝えしなければならないことがもう一つあるんですよ。その前に一つだけ聞かせてください。大隈知義はなぜ殺されなければならなかったのでしょう。北条さん、塞ぎ込みたくなる気持ちはわからないでもないです。ですがもう少し頭を働かせてください。これはあなた自身に関する事件なんですよ。何でしょう。その通りです。小湊殺しと大隈殺し、この二つの事件の共通点はそこなのです。その線が濃厚でしょうな。あるいは小湊の件については本当に大隈が裏で糸を引いていたのかもしれませんが、そのようにも考えられます。そう考えるのが最も自然でしょうな。さて、前置きはこのぐらいにして、そろそろ本題に入りましょう。実は今朝、北条さんが私の会社を出て行ってから小湊のことについて調べてみたのです。停電でパソコンは使えませんでしたから、アナログの資料に頼らざるを得なかったのですが、小湊が妻帯者でないことはすでにご存知かと思います。しかし彼は生涯ずっと独身だったというわけではないのです。今から半世紀ほど前に彼は一度結婚しているのです。相手は当時26歳の女性で、名前は初見と言います。初見の旧姓は八重田です。驚くのはまだ早いですよ。続きがあります。初見は小湊と入籍した直後に失踪しています。行方不明になったのは今からちょうど45年前です。さあ、そこまではわかりません。とにかくそれから7年が経ち、彼女は失踪宣告を受けることになりました。つまり法的には死亡したのと同じものとしてみなされているということです。わかりません。生きていれば現在71歳ということになりますが、次です。今朝方ビルの屋上で話したことを思い出してください。北条さんはあの時、奇跡という姓と初見という名前について私に教えてくださいましたね。今思えばどうしてあの時気づかなかったのかと不思議でなりませんよ。おそらく話の流れを追っていくのに精一杯で、他のことには気が回らなかったのでしょうな。実は私は奇跡という姓と初見という名前に聞き覚えがあったのです。お分かりになりませんか。その通りです。私もうろ覚えだったのです。どこかで聞いたことがあるような気がするけれど、どこで聞いたのかが思い出せない。そこでとりあえず奇跡の方だけでも確認しようと思い、デスクの資料を開いてみたのです。ブラーに関する資料を。すぐに思い出しましたよ。ブラーの創設者の名前、それが奇跡初見だったということを。そうです、奇跡エフィは2代目の主催者だったのです。ええ、
初見とエフィは親子関係にあります。戸籍によるとエフィは私生児のようです。つまり父親に認知されていない子供、非嫡出子、婚外子ということですが、少なくとも戸籍には載っていませんでした。いません、エフィだけです。義理の息子も存在しません。エフィは未婚の母親だったのです。彼女には二人の娘がいます。いや失礼、二人の娘がいたですな。今は一人しかいません。ノイですよ。アルトの方は1年前に亡くなっています。記録上は事故死ということに。そうです、木関アルトという女の子はもうこの世に存在しないということです。アルトの双子の姉、木関ノイだったのではないでしょうか。演奏も何も二人は双子なわけですし、顔もそっくり同じなんでしょ。だったら私の名前はアルトだと言ってしまえばそれで済むことです。さあそれはわかりません。しかしそう考えれば全てはすっきりします。私は木関アルトが亡くなったのはいつだと言いました。八重田アルトが小湊に殺されたのは。では木関アルトの祖母は誰ですか。八重田アルトの母親は。これ以上説明が必要ですか。戸籍はブローカーか何かから買ったのかもしれませんね。今でも失踪者の中にはそうやって名前を変えて見知らぬ土地で再出発を果たしている人が少なからず存在すると聞きます。もちろん違法ですが決して不可能なことではない。年齢の謎は残されたままですが、ひとまず戸籍上はそうなっていますね。今から30年ほど前です。当時は NPO なんてありませんでしたから、ただのボランティア団体だったようですが、会員数も少なく、わずか十数名だったとか。北条さん、大事なことを一つお忘れですよ。大熊殺しの件です。おそらくこちらの方も彼女たちが関わっているものと思われます。なぜ殺したのかは分かりません。しかしながら北条さんを犯人に仕立て上げて得をする人物は二人を置いて他にはいないでしょう。どうして。分かりきったことじゃないですか。目的は他にもあります。
ジャガーノートは犯行声明の中で原発を停止するよう要求してきたのでしょう。ブラーの活動目的も環境保全にあるわけですし、声明文に書かれていた内容そのものをテロの目的と捉えればいいのではないでしょうか。北条さん、相手はこんなにも大胆な型破りな計画を立てた人間ですよ。常軌を逸した思考の持ち主だとしても不思議ではありません。ではテロを起こした目的が他にもあると？よくご存知ですね。そうです、北条さん、私は先ほどいい考えがあると言いました。そのいい考えとはそのことだったんですよ。これ以上この町にとどまっていては危険です。一刻も早く警察の手の届かないところへと逃げる必要があります。とはいえ人里離れた山奥や国外、そんなところに逃げたところで問題は何も解決しません。私たちは自らの手で真犯人を突き止めなければならない。鍵を握っているのはエフィとハツミです。そのうちの一人の居場所は分かっている。さあ北条さん、もうお分かりですね。逃亡と捜査、この二つを同時に行える場所はたった一つしか存在しません。ええ、そうです。一緒に行きましょう、沖島に。
北条さん、この飛行機に。さあ、乗ってください。では参りましょうか。少し揺れるかもしれません。捕まっていてください。本来であればこの夜景を存分に堪能していただきたいところなのですが、すみません、レーダーに捕捉されると厄介なことになりそうなので。